ベルリン市内にあるマンションの一室、エンジニアもミキサーもいない部屋に音が響きます。テクノはミュージシャン一人だけの空間で生まれます。マイク・ヴァンダイク、ドイツだけでなくヨーロッパやアジアでも活躍するテクノのミュージシャンです。テクノがこれまでの音楽と違う点は、極端に強調されたリズムを前面に押し出していることです。また曲の作り方のルールが全く違います。普通歌には1番2番という分け方があって、前奏1番2番間奏といった構成が決まっているんです。テクノはそれと全く違って単調である方がいいんです。全く違った時間の流れに乗っているんです。つまり1番とか2番といった区別をせずに、ひたすらリズムを繰り返していって一気に終わります。まず簡単に説明しましょう。まず基本のリズムを作ります。ここの一つ一つの長方形がそれぞれの楽器の演奏を表しています。これがベースドラム。それからシンバル。コンガはこの機械から音が出ています。ベースドラムはこの機械からです。左から右に向かって動く縦の黒い線が音楽の進行を表しています。一つ一つの長方形はそれぞれの楽器の音の単位。テクノはこの音の単位を細かくコピーしながら次々と並べていきます。この黒い長方形がシンバルの音を表しています。これをこうやって増やすことによって簡単に繰り返す音楽を作ることができるのです。テクノ音楽を作るときに大切なことは、物事にあまりとらわれないことです。何かを作ろうとして気に入らないときには、それにこだわるよりも別の新しいことを試してみる方がいいんです。試してみることで偶然いいものが生まれるんです。あ、この音を使いましょう。ラブパレードで100万人を踊らせる音楽、テクノはたった一人の手で普通の部屋の中から生まれます。コンピューターを使い電子音の繰り返しで音楽を作るテクノ。ではテクノのルーツはどこにあるのでしょうか。